どうも、田畑ブラザーです。兄の吉木です。弟たくみです。お願いします。お願いします。本日は何でしょうか。みんなが大好きな、はい、もう俺がもうこれ着てるってことは何かそういうことなんやな。対談ですか。強豪校対談この前だって修学会やったもんな。そう撮影修学会やって、うん、強豪対談随時控えてますんで、はい、まあ、今年はこういうのをちょっとねやっていって、うん、どんなんやっていう比較をね、はい、僕の大阪桐蔭、はい、匠の大阪開成、はい、強豪校徹底比較。毎回強豪来るからな。はい、で今回は甲子園常連校。え、同チームじゃない。桐蔭の後輩とかではない。あ、違うね。あ、もうほんまにライバルチーム。甲子園でお互い出場してたら、はい、絶対当たるねん。なんでか知らんけど。あ、そのチームの。そうやね。コスカス、すごいよ。想像が分からへん。桐蔭と前川当たるとこやと。桐蔭と前川当たるし、ほんまに強豪。へぇ、楽しみですね。勝ったり負けたりっていう感じ。あ、そうなの。で、今回、同級生やったんじゃ、吉木らは。やってんの。あ、その同級生。同級生。もちろん甲子園で当たってますから。はい、残念ながらその方は負けられてるんですけども、はい、ジャパンにも、ね、選出されてんの、俺と一緒に。あ、じゃあジャパンではチームメイトだって。そういうこと。ぐらいの、もう、じゃあすごい人や。すごい人やで。大学、社会人と野球やられて、はい、もう引退はされてるんやけど。あ、まあ、レジェンドやな、じゃあ。俺からしたらレジェンドやな。レジェンドが新しい大阪店に来てくれましたよ。おー、ありがとうございます。ということで、はい、タク、今日はもう僕も用なしなんで、うん、そうやね、まあ、はい、ちょっとじゃあ熱い話してくるわ。出ときます。同級生で、はい、楽しみにしてます。レジェンドさん、よろしくお願いします。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 じゃあ自己紹介お願いします。元明徳義塾の伊予孝月です。お願いします。お願いします。明徳義塾、今回は強豪校徹底比較ということで、今回明徳義塾の練習を大阪桐蔭と徹底比較したいと思います。で、俺は早く試合の話をしたいんだけどまあそれは置いとこちょっと置いとこ、それはそうやな、うん、まずちょっと練習の徹底比較を、まあ申し訳ないけど高校の時に遡ってもらって、うん、まあ、例えば名物練習であったりとか、明徳義塾はこういう練習が多いですとか。むずいな。で、あとはまあ何時に始まって何時に終わりますとかっていうのをちょっと細かく教えてほしい。想像つかんもんな、他の学校の練習。そうそう、想像つかへんやん。で、俺も明徳で、まあジャパンでね、同じ部屋で、うん、大阪桐蔭しんどい、明徳しんどいっていう話はしたのは覚えてんだよしんどいわな。そう、しんどいっていうのは共通で、で、寮生活もなんか山の上なんやな、うん、っていうのは同じ条件なの、明徳と大阪の今のところ。そこからこうどう変化していくのかっていうのが気になるところなんで、まずじゃあ練習の面で何時から始まって何時に終わるか教えてもらっていいですか。3時ぐらいから始まる。あ、学校の日は、うん、学校の日は3時ぐらいから始まって、で、何時ぐらい、8時とか9時とかかな。8時、9時、うん、ナイターはちなみに完備してる。球場みたいな。あ、ない。ちゃんとした球場で。ああ、はい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 。ちゃんとした球場で、うん、ナイター完備、うん。なるほど。で、3時から、まあ、8時、9時。とかかな。なるほど。大体。じゃあ、1日練習の時は、大体どれぐらいですか。1日練習どれぐらいなの。朝8時か9時ぐらいから、5時、6時とか。あ、朝9時ぐらいから、5時ぐらい。うん、5時、6時とか。なるほど、なるほど。じゃあ練習自体はめちゃくちゃやってるとかめちゃくちゃ長いっていうわけじゃなくて、まあ野球やってる子たちの平均の時間ぐらいやな。そうやな。そこはじゃあ平均、めっちゃ長いって感じだね。なるほど。そこはまあほんまに平均を取れてるぐらいの練習量。うん。オフはありました。基本ないな基本オフは基本ない、うん、なんか前もって、はい、次いつオフなーみたいなのはないな。あの急にオフなのみたいな。監督さん気分や。ああ、監督さんの名称の気分で決まると、うん、なるほど。じゃあその練習内容にちょっと迫っていきたいんですけど、うん、どんな練習内容やったとか
とりあえず印象残ってるのはノックばっかりやる、基本ノック。そうなの。だいたいその平日の学校ある時の練習3時から9時ぐらいか、どれぐらいノックなの？でも時間にしたら多分そんなめちゃくちゃって感じはないねんけど、メイトフってやっぱ人数多いから各ポジション2人とか3人しか入られへん、はい、他もノック受けられへんから、うん、その中でテンポよくポン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 打ってくるから、基本ボールファースト20のゲッツー20は基本だ、これがこれが基本。その時点で多分他のチームの倍やな、大体まあ10で多いな、5でまあまあ普通かなぐらいやん、5-5とか10-10とか、うん、それを明徳は基本が20基本だ。で、2人おるの？2人やな。でも1年と3年とかの方がいわれたら、前1年と後ろ3年とかプレッシャー。ああ、そうか、なるほど。20をこなしてたと基本な。だから最低20以上やってたな。で、外野はオール5とかやな。外野はオール5基本、セカンド、サード、ホーム、うん、オール5。オール5多いね。で、ノックってやっぱそれだけじゃなくてゲームノックとかランナー付きノックとかあるやん、うん、そんなんもうその日にやってまうみたいな感じ。ゲームノックとかある日もあるし、ない日もあるから、その1箇所の守備とかも結構ちゃんとやるから、はいはい、なるほど、うん、20-20ぐらいと大体どれぐらいなの？3時間ぐらいかかるんかな。でもマジでテンポ早いから、メイトってテンポが早い。テンポが早い、ポン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 って、まあ、ノッカーがうまいってのもあるけど、うん、ギリギリなとこ打ってくるしちゃんと取れるとかちゃんと飛んでくるんだけど、はいはい、本当にこうギリギリ折って取れるか取れんかぐらいのところに打ってくるな。なるほどな。明徳時代はセカンド守ってましたから、まあ、どちらかというとこう守備がしっかりしてないとこう出れないじゃん試合は。なんかこうそれだけ守備をこなすってことは多分他の高校より多いと思うね、うん、それだけ守備をこなしてきてこう何かこう明徳で学んだこととか、この守備の基本となったものとか。でも俺の中で守備めちゃくちゃ不安やったから。あ、自信はなかったね、ま、めっちゃなかった。なるほどなるほど。バッティングの方が自信あったから、はい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 、とりあえず迷惑かけんようにアウトにしようってだけ考えてたら、あー、もうとりあえずセカンドやし落としたらなんとか間に合うから、綺麗さとかじゃなくて。なるほどなるほど。でもまあそれでも言うたらこう明徳自体はアウトにすればとりあえずは OK と、うん、試合では、うん、明徳自体は3番セカンド、最後の年はセカンド3番セカンド、そうやな。なるほど、ね、予選はサードやった。予選はサードやった。だから背番号5か、うん、5でセカンドを取ったの、うん、なるほどね。じゃあ練習はもうノックが中心。そうやな、基本ノックやな。なんか打ってずに負けて、うん、帰ってもなんか知らんけどノックやるぞっていう感じで、なんでって思ってたけど。ノック好きなんかな。やっぱこうなんかもう馬淵監督ってすごいもう名将、高校野球界で知らん人おらへんやんか。なんかこうあんのかな、守備の理論というか。でもやっぱ硬い野球をするからやっぱ守備とかやっぱバンドとか、なるほど、細かいなんか走塁とかも他のところよりはうるさかったかなと思って。あ、なるほど。じゃあ緻密な野球ね、うん、もう細かいミスを減らしてっていう試合、うん、いかにミスを減らして相手の嫌がることをするかっていう感じやな。あー、ホームラン、トーインとかみたいなホームランとかじゃなくていや違う違う、俺らもそのなんか守備はやってたよちゃんと。いやでも、うん、それ試合に出てたね、守備硬いの。やっぱ試合でそれだけ練習ノックやったからっていうなんか自信にはなるの？そのノックの数とかは。守備が苦手やったって言ってたけども、勝手になんか自信はついてる。ああなるほどな。まあなんとかなるやろ。はい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 、飛んできても、うん、まあなんとかアウトにはできるやろって感じやな。なるほどな。へえ、守備がそんなすごいんだな。ゴロ捕球とかめちゃくちゃしてる。あ、ゴロ捕球ね、対面で短い距離でこう。そうそうそう、はいはいはい、そのイメージやな。守備のイメージが強い。強い。